さあ皆様こんにちは、平山茂でございます。今日は6月17日ですかね、木曜日でございます。早いですね、木曜日ね。いやちょっとね、昼休憩でここに来てるんですけど、皆様本日もお疲れ様でした。お疲れ様でした、本当にね、お疲れ様です。大丈夫ですよ、大丈夫ですから。週末休みの人はもう明日一日頑張ればお休みだと思うので、しっかりね乗り切りましょう。穏やかです、平和です、最高です、静かです、そんなに暑くなくて最高です。いやうわもう変わる、お腹がやばいです。大丈夫だね。大丈夫だ。大丈夫だ。それではまた明日お会いしましょう。今日もいい夢を見てください。ぐっすりとぐっすりといい眠りについてください。それではまた明日お会いしましょう。平山茂でございました。おやすみなさい。ずっとここにいたいな。わあ、虹だ。